こんにちは。さあ、今回はですね、横一線という動画が今日から展開されますけど、あの動画をですね、撮ったのは1月中だったのですね、まあ、いろんな情勢が変わってですね、まあ、新外国人選手が、もしくは既存の外国人選手もちょっと来日できないっていう、まあ、問題が起こるかもしれないですけども、来日した体でよく見ていくと面白いと思うんで、まあ、その中でね、またサバイバルが起こるっていうところもね、ぜひ見といてください。あと修正ポイントはね、テロップを入れて対応しますので、それを確認しながらお楽しみに。それでは本編スタート。里崎チャンネル、こんにちは。佐藤さん、はい、余談いいですか、はい、ある方から、はい、里崎チャンネル拝見してしましたっていう声をね、いただいたんですよ。そうなんですか。はい、今日めっちゃ撮影してんのに、はい、今まで黙ってたんですか。はい、もっと言う時やったでしょ。そうですね。なんでここでって、いや、思い出したんですね。古舘伊知郎さんに、ね、言われて、で、里崎さんお話上手ですねって言われました。古舘さんに、はい、神様に、はい、話うまいって、はい、ありがとうございます。いや、めっちゃ嬉しい。古舘さんの YouTube ちょっと出させていただいたんですよ。そうなんですか。はい、でその時に里崎さん一回なんかテレ朝かどっかで、はい、ご挨拶来ていただいたことがあって、はいはい、YouTube を見て、はい、まあ、すごい方だよねとか、挨拶がすごい丁寧だったとか、はい、すごいおっしゃってました。そうなんですか。はい、ありがたいですね。僕だって古舘さんなんて、はい、F1 実況の時から見てますからね。あ、そうなんです。中島悟さんのネバネバ走行みたいな。はい、私もホーステの方のイメージが強くて。あ、でもその前はいろいろバラエティとかいろいろやってらっしゃったんですもんね。そうそうそう、うん、プロレスも多分やってたと思う。あ、プロレスの実況がやっぱすごかったみたいですね。言ってましたよ。ちょっと古舘さんにそう言っていただけるって、認識あるってすごいですよ。嬉しいですよね。めっちゃね。はい、いやー、続々と皆さんありがとうございます。私出て古舘さんの YouTube も見てください。はい、さあということで、はい、今日はですね、はい、今日からまたシリーズものですけど、はい、展開していくのはですね、よくキャンプ前、はい、監督就任した時に監督、はい、嘘言うんですよ、はい、全員横一線やみたいな、はキャンプで勝負みたいな。あ、もうそうですよね。みんな同じ目で見るって言いますよね。嘘なのにね。いや、でも、もうそういう気持ちなんじゃないですか、監督も。絶対違うと思う。そうです。なんでそうやって言うのかよくわかんないよね。いや、もうみんな一緒の目で見て、まあね、嘘だもん。そうですか。じゃあよ、はい、広島、はい、鈴木誠也が補欠になる可能性ないよね、はい、どんなに調子悪くても、はい、オープン戦どんなに打てなくても絶対開幕戦スタメンだよね、はい、で巨人の菅野が、はい、オープン戦全然でも開幕投手だよね、うん、はい、横一線じゃないじゃん。じゃあ確かに。そうですね。もう確かに。だって柳田選手がじゃあもしオープン戦で全く打たなくても、うん、開幕戦レギュラーでしょ。はい、オリックスの吉田正尚が全く打てなくても、はい、うん、怪我してなかったらスタメンでしょ、はい、横一線じゃないじゃん。確かに。横一線なんだったらオープン戦とか打ってなかったら出れないからね。そうですね、うん、あ、じゃあ違いますね。嘘でしょ、はい、だからね、はい、今日はもうそんな綺麗事の嘘はいらんと、はい、もうこのチャンネルは正直に行きたいと、はい、って言ったところで、うん、全球団、はい、本当にサバイバルはこのポジションだ。おー、じゃあ本当に横一線のポジション。そうだ、そうそうそう、はい、もうそこは競い合ってないよと、はい、だから空いてるのはここ、うん、ここ誰勝ち取るか勝負みたいな、はい、っていうのをトーク展開、はい、第1回目は、はい、ロッテとヤクルト。おお、だからヤクルトからいきます、まず。はい、わかりました。ヤクルトはですね、うん、もう横一線なわけないんですよ、はい、なぜならね、うん、もうセカンドとファーストは決まってんだよ。そうですね。いや、もうその2人は確実ですね。もう山田哲人と村上を、はい、はい、で、うん、多分村上もどっちかっていうとファーストだと思うから、はい、スタートじゃなくてサードを守れるけどね、うん、でもこう、まあ、スタメン出ることはもう決まってんだよ、はい、山田と村上、うん、開幕戦のね、はい、あと青木。あ、そうですね、うん、去年もねすごいいい成績残して、はい、怪我がなければね、うん、もうレフトの青木も決まってんだよ、はい、じゃあ3ポジションが、まあ、確定と。そうだね、うん、100% 決まってんだよ。そうですね、だからもう横一線じゃないよね、はい、であと守護神の石山もね、うんうん、決まってんだよ。はい、そうですね。確かに確かに。であとね、中継ぎはね、うん、清水、はい、国学院から、うん、去年最優秀ホールド取って、うん、決まってんだよね、はい、であとは、まあ、うまくいったら寺島も決まってるかなっていうね。あ、30試合投げて防御率 2.48 なんで、はい、左としては安定してたかなっていうところもあるんで、はい、寺島、
長谷川、うん、そうですねって言ったところもまあまあ決まってるかなと、うん、で先発は小川、はい、でそして、スアレス、うんうん、で、まあ、石川、はい、ここが決まってるから、そうですね、うん、だもう決まってるとこあるのよ、うん、スアレスも今年うまくいったら10勝はできるぐらい の、はい、あのピッチング能力あるんで、はい、まあ、そこは決まってるよね、うんうん、だ空いてるとこいわばそこかい、だからヤクルトだと、はい、サード、ショート、キャッチャー、センター、ライト、うんうん、競争だね、はい、でも競争なんだけど、うん、センターの筆頭は、うん、はい、塩見よ、そうですね、うん、やっぱ去年あのいい形でね、うん、活躍して、まあ、43試合だけどホームランも8本残してるし打率も2割7分9厘とね、はい、まあ、いい形で終わったんで、うん、まあ、塩見かな、はい、坂口かな、うん、終盤頑張った浜田かな、はい、とかね、山崎かな、うん、中山かみたいな、でもここはもうサバイバルだね、はい、坂口選手は去年114試合出てると、うんうんうん、そうそうそう、でももうちょっと高年齢化がね、はい、来てるから、うん、そういった面でも、まあ、2割4分6厘、うん、まあ、もうまだ物足りないよね、そうです、もうちょっと打率があればっていう感じですね、うん、だからそこがね、うんうん、で外国人のドミンゴ・サンタナがね、はい、来たってことは、うん、それそいつは試合出るね、出ますね、うん、あと 1、はい、1ポジションそうだ外野、はい、で外野は1ポジション競争です、はい、今挙げた選手でだからもう青木選手とドミンゴ・サンタナが入るから1つがサバイバルだ、うん、だからポジション1個ね、うん、サバイバル、はい、でサード・ショート、うん、だからまあ去年ね、まあ、西浦がもうちょっと頑張ってくれたらね2割4分5厘ホームラン10本、はい、もうワンランク上がってくれたらいいけどね、うん、まあ、まだ競争の位置出してないよね、どうですか内川選手は入ってこないですかね、ファーストだからね、だから村上がサード行くんだったら出る可能性あるけども、うん、はい、スタメンの可能性もなくはない、うん、なくはないけど、うん、でもポジション確約されてるわけじゃないから、はい、サバイバルでね、そうですね、ウッチーもね、内川選手サードはできないんですかね、サードはもうそういう年じゃないね、そうか、まあまあもう固定されたファーストっていう感じですかね、うん、そうそう、だ西浦、奥村、広岡、宮本去年良かったからね、うん、山田がいない時にね、はい、しっかりとしたカバーできたかなっていうね、宮本武史選手、うん、そうです、サバイバルはだからショート、サード、はい、外野1ポジション、キャッチャー、キャッチャーキャッチャーもね、はい、去年あの怪我人多くて、うん、もう一回ね中村もチャレンジですよね、はい、でピッチャーは先発 2,3 枚は空いてるね、はい、で中継ぎは、うん、方程式はちょっとハマりつつあるけど、うん、まあ、絶対的なのは清水と石山だけだから、うん、はい、他はサバイバルだね、でもそう思うとあるね、結構ある、意外と空いてる、うん、意外と空いてる、だチャンスが巡ってきやすい、うん、だってそれは仕方ない、はい、6位だからね、そうですね、はい、だそういうチームこそその若手に、そうそう、だからここ、ね、だからここが、だから俺がね、ヤクルトは2024年強くなるって言ってるところは、はい、今この変換期だから、はい、若手がここでしっかり底上げできて、はい、強くなってくるとチームが上がってくるから、はい、チャンスが多いってことは、はい、伸びしろがあるってことよ、でここでチャンスつかめるかどうかが勝負だから、うん、この実績のない選手たちがこのサバイバルに打ち勝てるのかどうか、はい、うん、で逆に言うとサバイバルじゃないポジションですね、はい、このサバイバルがないところのやつらが、はい、絶対的に活躍しないとチームが終わっちゃうんだよ、だからそこの選手たちも大事なのよ、はい、自己と戦うためにね、サバイバルじゃないけど自分と相手と戦わなきゃいけない、はい、だから結構あるね、ヤクルト、あります、でもいいですね、そんだけ伸びしろがあると楽しいですね、応援する方も、うん、そう、まあ、だ6位だからね、うん、はい、で上にしか行かないですもんね、逆に6位で固定って危ないよそうですね、もう伸びしろがない確かに6位なのに、はい、固定はちょっと先が、はい、はい、暗いよね、そうですね、いやでも固定されてる選手そんだけいたらもっと上にいますねそう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 、そうですね、はい、で続いて、はい、パ・リーグロッテ、はい、ロッテも井口さんまた言ってたっす、はい、よく言うんですよ井口さん、うん、横一線って言ってました、嘘なのに、はい、今年も言ってた、はい、ロッテの、うん、は横一線なわけじゃないです、はい、絶対出るやつ、はい、ファーストの井上ね、はい、セカンドの中村、うん、でライトのマーティン、はい、サードの安田は出るちゃうかっていう、サードね、はい、まあ、安田だけど、はい、ん、安田も競争じゃないのっていう人いると思うんですけど、うん、使わなかったら去年使ったの何だったりになるじゃん、うん、まあ確かに、だから我慢しなきゃいけないから、はい、もうそこはサバイバルじゃなくても使うと思うのね、うん、そうじゃないと去年使った意味なくなるから、はい、あんなに我慢してね、うん、あとレアードがね、はい、元気だった場合多分レアードが DH と か、はい、だから井上安田レアードでサードファースト DH を回す可能性はあるんですけど、うん、
多分ここは確定だね。はい、ってことは空いてるところがショート。はい、ショートは、はい、あのエチェバリアが入団してくるんで、でそこと藤岡、はい、勝負ですよね。はい、でね、視聴者さん、中村も確定なのっていう人いますけど、うん、キャプテンだから、はい、キャプテンに任命されて補欠、はい、うん、ちょっと考えづらいですよね。そういうチームってでもだって元々レギュラーだよ。まあそっか、元々レギュラーでじゃあお前がキャプテンだって言われたらってなって補欠って考えづらいの。元々レギュラーじゃなくてキャプテンになって、はい、レギュラーじゃないのは分かるけど、うんうん、元々レギュラーでキャプテンになってベンチって考えづらい、はい、チームとして。そうですね、うん、はってなるじゃんね、はい、だそういった意味でも中村はもう確約、はい、普通に開幕戦試合出ると思う、うんうん、俺はね、まあ、そうなってくると、まあ、でも去年も寂しいのよ、はい、2割4分9厘、うん、ホームラン8本っていうところでね、はい、成績は寂しいから本当はサバイバルなんだけど、うん、多分使うと思う、はい、で外野はマーティン使うね、うん、そうですね、うん、なるとあと2個のポジションね、はい、だそこに荻野、うん、はい、藤原、うん、福田、うん、菅野、うん、角中、和田、はい、とかが、まあ、サバイバルですよね、うん、結構いますよね、うん、で加藤、はい、岡、うん、高部っていうところがサバイバルになってくるね。外野はやっぱ荻野選手って去年もやっぱ序盤すごく良かったじゃないですか。そうそう、怪我するからね荻野は。だからやっぱ調子良かったら、うん、状態が普通に怪我してなかったら使いそうじゃないですか、うん、だから休み休み使った方がいいと思うのよ。あロッテの場合いけるからずっと出て怪我しなくなる、いなくなるのが困るから途中で休ませながらいるんだから、うん、そこをうまく回してマネジメントする必要はあると思うんですね。うん、そうですね。あとショートがね、はい、福田、うん、エチェバリア、三木、はい、平沢、藤岡、藤岡っていうところだけど、うん、最初は外国人がね、はい、使うとなると、うん、それ使わせないように結果を残さなきゃいけないし、うん、もしくはエチェバリアがポジションを動く可能性もあるけれども、はい、ショート、レフト、センターがサバイバル。だから3ポジション。そうですね。あ、キャッチャーもかな。お、田村選手。絶対的じゃないもんね、田村も。うん、そうですか。うん、成績だけ見ても。まあでも確かに、ね、去年さ、まあ、佐藤俊也選手が出てきたりっていうところもありましたしね。柿沼、うん、打たないからね、柿沼も。2割1分7厘だからね。うん、だからもう、どんぐりの背比べよ。はい。キャッチャーも。だからもうサバイバル、だから誰が出て、だから誰でも出てこれるね。だから逆に言うと、まあ、田村選手はまあ確約ではないと、うん、だって確約なほどの成績でもないしね、うん、これで確約って言っても、はい、えみたいな感じなの、はい、だからまあ柿沼も佐藤もね、うん、あの吉田も、はい、宗津も江村も、はい、全員チャンスあるんですよね、はい、頑張ればね。うん、だからキャッチャー、ショート、レフト、センターがサバイバルだね、はい、他も決まってる。おお、じゃあそこのポジションはキャンプでもバリバリやったら勝てるチャンスあるよね、うん、ある。だから外野とかも死に物狂いよね、はい、でここで掴んで結果出したらもうそこで急がれて、うん、あ、ここサバイバルじゃないよねって言われるじゃん、はい、そうなっていかないといけないよね。うん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 。だからピッチャーは先発が確約されてんのが、こう怪我がなかったらね、はい、まあ、石川、うん、美馬、はい、で種市はまだね、ちょっとトミー・ジョンの手術だから、まあ、まだ間に合わないんちゃうか、はい、で二木、うん、で大島、はい、は確定かな、うんうんうん、でそこに、まあ、新人選手なのか外国人投手なのか、はい、もしくは岩下、うん、中村、はい、っていうところがどこまで入ってくるのかっていうね。佐々木朗希投手入ってこないですかね。あ、入ってくるもないも見てないからね、見せら、何も見せられてないから、その ポテンシャルだけで語れないの、はい、去年ね、一回も見られませんでしたからね。うん、だから体力ないんだろうね、まだのかな。2軍でも投げてないんですもんね、うん、そう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 、うん、だからそういったところでね、はい、どうやって投げてくるのかは注目だけども、うん、サバイバルだから確約されてないよね、はい、だから先発2つ空いてる、うん、中継ぎは、はい、もう増田決定だね、うんうん、で、唐川も決定、はい、で沢村がもし FA でメジャー行った場合、うん、ここ空くね、空きますね一つ、うん、で、そこに誰が入ってくるかだね、はい、東条な、まあ東条もいるかな、一軍にね、うんうん、東条も確約だね。あとまあ田中康も怪我じゃなければいけると思うんだよね、はい、一軍に。だから左が誰が入るかなっていう感じだよね。うん、あ、ロッテの中継ぎ、はい、ハーマンもいたっす。ああ、そうですね、残留したから、はい、だから唐川、ハーマン、マスダスね、はい、まあ、確定だと。で、うん、で東条とかも入ったりするから、はい、中継ぎ何気に少ないかも、ね、少ないかもしれない、うんうん、何気にそのポジショニングがね、はい、まあ、去年も良かったしね、うん、ロッテはね、はい、でそういった面でも、まあ、そこら辺がサバイバルだけど、はい、その中で、はい、このヤクルトとロッテで、うん、両チームの気になる起用法を挙げたいと思うんですよ。この選手どう使うんだろうなってことですか。そうそうそう、はい、まずヤクルト、はい、塩見です、ね、
はい、さっきもね名前挙げましたけど、うん、確約されてないでしょ。されてない。青木とサンタナ、はい、確約で、まあでも外野って感じ、1個しか入ってないでしょ、はい、でサバイバルじゃないですか、うん、俺塩を見て勝負した方がいいと思うんだよね。え、どう勝負するんですか。いや足もあるしパンチ力もあるから、はい、使うっていう、はい、あだからもう確約よ、はい、期待の、はい、だからこれ確約は、うん、絶対的には成績があるから確約、うん、プラスアルファ期待だから我慢の勝負っていうタイプもいるわけ、はい、村上とか最初そうだよね、うんうん、そこに塩見どうですかねっていう。ああ、もう今から確約にしてみたらどうですかっていう、まあそれ言わないよ、はい、心の中でね、うんうん、塩見でちょっと最初勝負みたいな、はい、だって、まあ、43試合だけど2割7分9厘でしょ、はい、でホームラン8本長打力もあると、確かに、で盗塁も13と、うん、足もあるとで肩もあると、はい、いったところでポテンシャルはある、はい、でもどうします、そのめちゃくちゃポテンシャルあるし期待してるけどオープン戦打率ゼロ。いやいや、それ我慢よ、信じて、みんな我慢してくれ、はい、使ってもらって伸びてきた選手がほとんどよ、はい、最初は、はい、もうあれやけどもう我慢や、こう育てるためにっていう、うんうん、どうですかね塩見みたいな、はあ、年が28の年か、うん、まあまあまあいい頃合いでね、はい、出てくるにはちょうどいいと思います。だからでポテンシャルもあるし結果もそこそこ出してるし、うん、ムラが激しいんだよね、だから使われたり使われなかったりするんだけども、うん、はい、そこを我慢の塩見で、はい、うん、俺個人的にはね、はい、どうかなっていう。ロッテ、はい、これはね、うん、藤原ですよ。おー、外野、はい、マーティンが空いてるでしょ、はい、藤原を使おう、我慢しよう。え、マーティン、藤原はじゃあ確約にしよう。まあ去年ね、頑張りましたもんね。よかったじゃん。でしかもスター性もあるし、はい、今しかもギータ塾行ってるから。一緒にやってんですか、うん、お俺ね最近思ってきた、はい、なんで、うん、ロッテがソフトバンクに強いのか、はい、それはソフトバンクの選手が、うん、ロッテの選手を育ててるめちゃくちゃいい人たちじゃないですか。だって自主トレーションに行ってんだもん、はい、めっちゃ千賀塾もそうだし、はい、ギータ塾も。え、千賀投手に誰ついてんですか。タネイチが前行ってたりしたりしてるから、ね、はい、だから結局ソフトバンクの選手がロッテの選手育ってくれるから、はい、だからロッテ強くなっていってんちゃうかっていう。ソフトバンクには意外と相性がいいっていう、うん、そうそうそう、うんうん、だって教わってるからね、はい、で、うん、ギータに教わってる今自主トレーションに行ってるし、はい、で藤原去年良かったし、はい、もう、うん、空いてるポジション一つ、はい、藤原。まあ、確かにチャンスを与えたら頑張ってくれるかもしれないって、ね、うん、しかもやっぱりロッテも若手の台頭必要だから、うん、ここはもう確約でいいんちゃうと、はい、心の中でね、はい、言う必要ないよ、うんうん、もうライト、マーティン、レフト、藤原、はい、じゃあセンター藤原でもいいけど、はい、どっちでも守れるんでね、うん、それでももう藤原で勝負でいいんじゃない、はい、起用法としては、まあ、確かに若い選手こういい選手育てたいってなりますよね、うんうん、そこはやっぱりねもう確約してもいいんちゃうかと思います。はい、そうですね、うん、まあ、じゃあもう本当に横一線じゃないっていうのはよく分かりました、はい、だから皆さんもね、はい、この選手確約でいい勝負してあげてもいいんじゃないのっていうのをコメント欄で教えてもらってもいいですよね。はい、面白いです ね、はい、そしたらまたキャンプの見方もね、うん、変わるんで、はい、ヤクルトは新外国人がサンスニード投手でオスナ内野手、サンタナ外野手、はい、が来てるんで、うん、だそういったところで、まあ、もう埋まりつつありますよね。そうですね、内野手と外野手一人ずつ新しい人が来るってことですもんね、はい、ポジションがね、はい、だからサンタナ、うん、サンタナは外野か、はい、オスナが内野手、うん、そうなったらもうポジションが埋まってくるんですよね。だって2人で50発60発打つって高津監督が言ってますから、うん、まあ、だから言うよね、はい、それは最初はね、はい、まあ、2人でまあ20発打てるかななんて言わないじゃんそうですね計算には入れますよね。そうそうそう、だってじゃないと取ってきちゃダメだよね、はい、まあ、だから確実に2人は埋まりますっていうことですね。そう、そうなるとね、はい、あのオスナが、うん、ファーストかサード、はい、まあ、外野も守ったことあるらしいけど、はい、まあ、基本ファーストかサード、はい、ってなってくると、うん、サードか、まあ、村上とオスナで決まるね、はい、ファーストサード、もう確実、ね、はい、確実、はい、ノー競争、はい、でセカンド山田、はい、はい、ノー競争で外野はだ DH がないから必ずじゃあサンタナ選手がもう外野に入ると外野、うん、で青木、はい、センター一つ、センターショートキャッチャーだね。わあ、子供サンタナですねもう3つよ、はい、8分の5はもう埋まってるのよ、うん、はい、だからもう競争ないでしょ。そうです、ね、山田ですと競争しないでしょ、はい、だから絶対しないと思います。だからショートと、はい、だから、まあ、キャッチャーもね、うん、去年中村が怪我してたっていうのもあるんで、はい、まあでももう1回ね
中村、うん、島、はい、西田選手とかね、あの頑張って古賀とか、うん、はい、松本とか誰が開幕スタメンになってくるのか、そう、うん、だから競争だね。いや、そこ本当分かんないですね、誰なのか分かんない、うん、最有力は中村だと思うけど、はい、まあ、もう一回競争だね、うん、でショートがね、はい、エスコバーがいなくなって、はい、まあ、筆頭はね、うん、西浦、はい、まあ、昨年も10本ホームラン打ってるんでね、うんうん、だと思いますけど、はい、安泰じゃないですね、うん、若手で名乗りを上げてくる選手が出てくる可能性もある、うん、広岡とかもいるし、はい、まあ、そこはね、宮本とか、はい、去年、まあ、ショート守れるのかどうかあれだけど、うん、山田がいない時にすごい頑張ったっていうところもあるし、はい、うん、まあ、ここら辺がね、どうなるのかっていうね、はい、競争だね。そうですね。で、外野はね、もう1個しかないから、はい、もうそこに坂口とか、はい、塩見とか、うん、そういったところがどこまで頑張れるかっていうね、うん、ところはあるんですけど、はい、だから、ないね。でも3ポジションしか今のところはないですね、うんうん、だから去年ね、途中からですけど、はい、頑張った浜田とかね、はい、あと中山とか、うん、そういったところもポジション取りに向けては、まあ、大事なね、キャンプになるし、ね、そうですね。ないね。ないです。雄平とかも頑張んないと危ないね。いや、本当です ね、 ね、外国人が2人来てるんで、野手がね、うん、でピッチャーは、はい、まあ、もうだってスアレスとサイスニードは先発でしょ。サイスニードも先発なんですか。中継ぎかな。先発候補だよ。あ、本当だ。だからサイスニードとスアレスは先発、はい、2つ埋まる、うん、でマグカクは中継ぎ、はい、で小川が残留、はい、で石川がまあ5、6番って、はい、そんだけだね。うーん、あとも競争だね、はい、2人。そうですね、まあ、でも石川も1年間どこまでね、ちょっと間開けなきゃいけないかも分かんないんで、うん、まあ、3倍ね、はい、競争、はい、だから高梨とかね、うんうん、原、はい、ジュリーとか、うん、吉田、はい、去年ね、いっぱい投げたけど、うん、まあ、競争だね、はい、高橋奎二、うん、あ、結婚して、はい、うん、競争だね、うん、活躍してほしいですね、うん、だからここだから先発3枚だね、はい、で中継ぎは抑えが石山、はい、でまあ、マクガフが入って、うん、で、まあ、長谷川、はい、寺島、うん、梅野、うん、清水、タイトルホルダー、うん、はい、だからまあ5人だな、うん、ピッチャー、先発中継ぎ合わせて5人ある席が枠はあると、うん、はい、そう競争、そうしたら、そうしたら中継ぎはじゃあ、まあ2、3人しか、まあ、そうだね、うん、そうだね、うん、まあ大体最初はイメージ決まってるから、はい、そいつが落ちてきたらあるけども、はい、最初からフリーな枠は2人かな、はい、開幕1軍っていう、うん、そうだね、はい、うん、で先発は3人、まあ、石川が入ったら中継ぎ3人になってみたいな、まあ、石川選手も入りそうですけどね、うんうん、5人あるピッチャー、はい、うん、そう考えたら頑張りどころだ。木澤とかね。ああ、そうだ、木澤投手が慶応から入った、はい、もうなんか自主トレでもバンバン球投げてるっていうと聞きましたけど、可能性ありますね、うん、入る、だから枠空いてるからね、うん、そのあと本人の頑張りしたい、うん、あともうショート、うん、センター、はい、キャッチャー、うん、だこんだけはポジション、はい、ヤクルトも、はい、っていうことはいる人たちがもっと能力をかけて頑張らないといけないですよね、はい、そうですね、うん、ピッチャーも含めて、まあ、今年はだから山田選手の活躍とかも必要不可欠になってきますよね、必要不可欠だね、うん、あとはもう先発投手陣、はい、まあ、ここはやっぱピッチャー陣をね、手こ入れしないとなかなか厳しいなっていう、うん、はい、ところになりますね。そうですね、ヤクルトはね、うん、だって空いてるのがセンター、はい、ショート、キャッチャーでしょ、はい、もう塩見使ってってよあれなんか聞いたのこれ聞いた、はい、ちょっと前のやつと一緒になる、かぶっちゃうね、なんかの動画で塩見選手のこと言ってましたね、うん、崖っぷちかなでしたっけ、うん、だから崖っぷちなんだから頑張れっていう話だよ、ね、そうですね、正念場っていう、うん、でも、はい、あの塩見にチャンスやってくれみたいな、うん、勝負行こうよっていう、うん、ポテンシャルあるよっていう、はい、パンチ力あるし足も速いよっていう、うん、ちょっと考え力がね、もうちょっと豊かになれば俺はいいと思うけど、いろんな人の話を聞くとね、ちょっとね、ここが帝京大学、はい、俺の後輩だからいいと思うんだけどね、はい、ちょっとここもうちょっと考え方を変えていけばね、もっと良くなると思うんで、はい、塩見をね、うん、勝負させてやってほしいなっていう、ぜひまあ開幕すためにと、そうだね、うん、それぐらい頑張れっていうね、はい、あと俺の頑張れは、俺頑張れって言われるの嫌いなんだけど、はい、頑張れっていうのは結果出せよって俺はプレッシャーかけてんだよね、はい、だもう本当にプレッシャーかけにいってるってことですね。そうそうそう、頑張れよっていうね、はい、うんうん、